じゃあ今日も新書チャレンジスタート。今日は事務所兼スタジオからお届けしています。そして私はですね、こういうところにこういう丸のところに顔を描いたりするのが大好きなのです。チャキン、わーい大丈夫かこれ、大丈夫かな。ちゃん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 ちゃ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 。とか。で、お、佐藤ちゃんが来たよ。こんな風に。お顔を。描いてあげます。とか、あとなんだろう、どうこれ、ゆめちゃんかわいい、かわいいね、めっちゃかわいい。ピースってどうするの？ここだろ、結構見え切れてる。ということで、みんな違ってみんないい。これ出ないね。ということで、書を書いた後にいつもなんかふと思うこととか、きっとこんな風な言葉をかけてもらえたら嬉しいなとかいうことをですね、いつもちょこっと添えたりとかをしています。じゃん、みんな違ってみんないい、あなたはあなたのままでもうすでに十分素敵だよ、でした。じゃんじゃんじゃん。